どうもな、どうも、シャケオとともに、シャケトリックマルシャケというね、本日はなんとなんと、皆さん、見てください。ついに始まりました、こちら。星屑のオリュンポスというね、ガチャに神クラスの星子ハデスや、新友情コンボを持つ星子アテナ、ドラゴンキラー所持の星子ヘラクレスを含む以下の新キャラの排出率、超アップ&ラック後排出というね、まあ新キャラのアテナヘラクレスあたりを目標にね、ちょっとね、最大で3回途中で星5が出たら終わりっていう感じでちょっとね、ガチャを引きたいと思います。いや、すっかりね、モンスターにもうね、テキーラ様が来てからね、いろんなダンジョンがね超絶行きやすくなりました。マジテキーラ様万歳。まあそんな感じはございますけども、まあついにね、このテキーラ様の勢いに乗ってまた星5を出していきたいと思います。じゃじゃん。ギリシャ神話キャラ登場ということで、早速やっていきましょう。ガチャルガチャルガチャル。ででん。ガチャライブ関数、星3以上のレアが一体当たるお得なガチャ。あと6回ガチャあります。そこまではガチャありません。では、ガチャル、ガチャル。あめ、ドキドキしてきた。では、まずは1投目。お願いします。じゃじゃん。おしゃ、金。まずはね、金出る。金、金率はいいんだよね。で、からの。よく見かける。さあ、気を取り直して、どんどん行きましょう。2回目、お願いしまーす。じゃじゃん。まあ、レビアタンじゃなかっただけ、まだマスターしよう。さあ、何が出る？おおおおおおおえ、超ウルトラ美女つか、おぉ。アフロディーティ、これ、新しい神っぽくない？わかんないけども。ナンバー722だからね、ただ星4だよ。ね、パイオツが海底でちょっとね、セクシーだけども、残念ながら、星4。ただ、白爆発 S で、スプリング、触れた仲間、おスピードアップ！スピードアップできる子、しかもアンチ重力バリアか、貫通。結構、アンチ重力バリアで貫通なの？なるほど、非属性か。ははーん。意外と優秀じゃない？育てれば優秀じゃない？この子。まあ、要は、まあ、ディルロッテのスピード版ってことだよね。何気に優秀じゃない？でも。いいね。あ、進化させたい。いい子だ。よし、じゃあ続いてガッチャリましょう。ラスト3回目。お願いします。星5位出よ。頼むぜ！てへい！お願い、お願い。お、星5！で、で、からの、からの、からの、ポッポー！動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、サゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。